こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。コロナウイルスがあっても稼げる自宅でできるビジネスとは、感染病が流行っても自宅から一歩も出ずにお金を稼ぎたい方は見てください。という点についてお伝えします。それでは早速いきましょう。はい。この動画ですね。感染病ですね。コロナウイルスよね。感染病流行ってもお金を稼ぎたい方、ぜひね、こういった方法がありますので、ぜひ、ね、紹介させていただきます。はい。まずですね、おすすめビジネスってあるんですけど、まずですね、情報ビジネスですね。これはですね、購入者の方が、得をする情報をね、売ることが前提です。はい。なので、ぜひね、何でもいいんですけどね、かっこいい洋服ね、女性にモテる洋服をね、紹介したいとかね、100%お金をね、稼げる情報とかね、何でもいいんですね。とにかく良い情報ですね、を売る実力ですね、あれば、ぜひ、おすすめですね。はい。で、その次ですね、アフィリエイトですね。これはですね、アフィリエイトやったことある方もいるんですけど、アフィリエイト稼げれば稼げるんですけど、実際どうなのかって言いますと、稼げるまでに時間がね、かかります。それですね、こう弱点があるんですよ。収益がね、安定しないんですよ。で、儲かってる方はですね、おそらくです、物販をメインにやってるんですよ。物販。ですが、普通にね、音楽とかね、いろいろあるんですけど、そういった方のやってる方はね、まず収益がですね、安定しないんですよ。ぜひね、もしやるとしたら物販ですね、物販メインにやっていただければいいかと思うんですが、大企業の、ライバル制限出てきますと、まずですね、落下する確率が高いので、ぜひ、ね、気をつけていただければいいと思います。はい。で、その次、YouTube AdSense なんですけど、これはですね、YouTube 今1000人登録されないとね、収益出ないんですよ。で、これ意外にですね、安定しないんですよね。はい。で、稼いでる方は確かめちゃくちゃ稼いでるんですよ、もう1億円とかいるんですけど、実際どうなのか確かってくるとですね、利益1万円以上で、ね、出てるかって非常に少ないんですよ。はい。なので、1000人登録してから、さらに、努力しないと、継続していかないと利益出ないので、ぜひね、根性ある方、ね、YouTube をや、あの、好きでやってる方はね、おすすめですよね。ですけど、もう中途半端にやる方はぜひおすすめしないかと思いますね。はい。で、次ですね、FX なんですけど、これはですね、非常に怖いです。買うもそうなんですけど、私はですね、FX でお金を結構やってる方知ってるんですけど、これ全員全滅ですね。30人が知ってるんですけど、実は言うと。全員損失です。はい。で、ひどいの方はですね、1週間になったらマイナス260万円ですね。これ事実なんですよ。はい。これ事実なんで、これをね、もうこれを覚悟でやりたい方は FX 投資やっていただければいいかと思います。本当に怖いですね、これは。はい。ぜひね、気をつけていただければいいかと思います。はい。で、最後のステンバですね。これはですね、おすすめなんですよ。で、私も転売メインにしてるんですけど、転売はですね、まず利益がね、安定します。はい。で、これ安定することによってですね、生活が安定するんですよ。はい。たとえですね、収益がね、100万に満たなくても、30万、50万としても、安定します。安定したシステムを作れば100%安定しますので、おすすめなんですよね。はい。で、あとですね、今でしたら Amazon 輸入ですね、自動化することもできますので、さらに安定し、あの安定というかね、その原理を作ってしまえば自由にお金を稼ぐことができます。はい。なので、おすすめですね。はい。ぜひね、私はですね、転売とですね、収益ですね、ここですね、収益をですね、おすすめしますね。はい。あとはですね、趣味で稼ぎたい方は YouTube アドセンスでもいいかと思いますね。はい。食事系ですね、食事系とかね、自分のね、なんていう生活とかね、そういったのをね、やって稼いでる方多いです。わざわざね、外国とか行かなくてもね、外国に旅行行ったりとかね、やんなくても登録方非常に多いので、それを探してね、その方を参考にしていただければね、利益がね、安定してくるかと思うんですよね。はい。ぜひね、こういった転売とかね、収益、アドセンスもいいんですが、こういったね、ことをね、前提にやっていただければ、利益ね、私もそうなんですけど、家出なくてもね、利益出ますので、ぜひ参考にね、していただければいいと思います。はい。はい。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げる、マル秘マニュアル、プレゼントします。2点の散歩、お願いします。あと、YouTube は質問一切受け付けません。LINE 登録後によろしくお願いします。本日は、最後見ていただき、ありがとうございます。
番組登録お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。